ラブチャンネル。楽しかった東京旅行もあっという間に4日目最終日。最終日はほぼ秋田に帰るだけなのですが、再び高速に乗って寄り道をして帰ります。千葉から東京方面に向かいます。来る時は見れなかったスカイツリーも見えてきました。これをぐるっと U ターン。やっていいのこれ。1km 先レベル4で左。開いてないの。開いてるでしょ。レディが止まってる。シルバー。ここは一体どこだ。変なとこに来ました。なんとこちら葛飾区、完全なる住宅街、完全なる住宅街。どこなんですか、ここは。なんとこちらはまた憧れの聖地にやってまいりました。今更ですけど、私モンチッチが大好きなんです。ここです。ただの公園、ただの公園です。レンガがなんとモンチッチになっている。いや、こんにちは。やっぱちびっこ。外で活動するの汗ばむ気候だよ。左方向入り口です。夢のような時間も終わり、あとは帰るだけです。秋田ナンバーナお願いします。 800m だからまだじゃない。あ、でもいいね、どっちがどっちか。いいね、いいね、いいんじゃない。帰りも新潟回りと思いましたが、素直に東北道を通って帰ります。取り締まりエリアです。料金は1830円。またまたアウトレットに来ちゃいました。どんだけ。この3日間で1、2、3、4つ目のアウトレットでございます。お買い物、お買い物、お買い物。続いて料金所です。この度何度目のアウトレットでしょうか。こちら、これがうまい限定レモンペッパーソース。おうちじゃない。はい、目的地周辺です。自宅に到着しました。運転お疲れ様でした。チャンネル登録を。
願いします。1346キロです。今回1346キロの旅終了です。